はい、こんにちは。今日は見る角度によって見えたり見えなかったりするフィルムについてお話をします。見る角度によってですね、透明に見えたり不透明に見えたり、スカートの方が乗っていると見えちゃうんですよね。で、これって実際に物を見なければわからないですよね。前回ですね、防犯フェンスについてお話をしました。その際にですね、どうしても見せたく窓に対しては窓自体でプライバシーを保護しましょうというお話をしたんですよね。その中の方法の一つとして今日は視界制御フィルムについてお話をします。で、視界制御フィルムって何かというとですね、これは見る角度によってですね、透明に見えたり不透明に見えたり、いわゆるですね、ガラスフィルムなんですけれども、外から見た時にですね、角度によって見えたり見えなかったりする、そんなフィルムがあるわけなんですよね。これはですね、大きく分けると3つのタイプがあるわけなんです。正面から見てですね、見えないタイプ、それから斜め45度から見ると見えるタイプ、それから正面から見えるけれども両サイドですね、斜め45度ぐらいから見た時に見えなくなるタイプ、この3種類があるんですけれども、この視界制御フィルムというのはいわゆるですね、ガラスフィルムなんですけれども、一般のですね、ガラスフィルムになると向こうを見えなくしようと思うと全面的に不透明のフィルムを貼らなきゃいけないんですよね。そうするとですね、せっかくのですね、眺望っていうのかな、窓から見る景色がですね、もしくは窓から入ってくる光ですね、これも損なわれるわけなんですよね。じゃあカーテンすればいいじゃないかと言うんですけども、どうしてもカーテンでは塞ぎきれないところもあるんですよね。日常的にこの角度からは絶対見せたくないですよというところってありますよね。例えばですね、ホテルのエレベーターに乗った時かな、シースルーエレベーター、いわゆるですね、ガラス張りのエレベーターでだったんですけども、あれってこう下から見てるとですね、ガラス張りのエレベーターなので、スカートの方が乗っていると見えちゃうんですよね。わー、というのはですね、下から見上げた時に見えなくすればいいわけなんです。これを全面的にフィルムを貼ってしまうとシースルーエレベーターの意味がなくなってしまうわけなんですよね。眺望が見えないエレベーターだとガラス張りのエレベーターの意味がないわけなんです。要するに下からのでですね、見える視覚ですね、これを制御すればいいわけなんですよね。こういう使い方もしましたね。ショーウィンドウでカウンターがあって向こうを見てるカフェとかがありますよね。その時に全面ガラスの場合ですね、正面から見た時にですね、例えばやっぱりスカートの方が見た時に見えちゃいますよね、スカートの中。わお。それも下だけですね、全面的に張ってしまうとちょっとやぼったいですよね。ですから斜めからは透明に見えるんだけども、正面からは見えないと、そんなフィルムを貼った方がいいんじゃないのかなと思うわけなんですよね。もう一つ僕貼った例っていうのがありますね。お風呂ですね。そのお風呂のですね、右側にですね、非常階段があるわけなんですよね。で、正面は見せたいんだと。だけどもその右側の非常階段からの視界は遮りたいですよという要望があったわけなんです。で、これに対してもですね、正面は見えますという。だけども斜め右からのですね、この視界だけを制御すると。そういう一方だけ視界を制御するというフィルムがあるわけなんですよね。それがこれから話す視界制御フィルムなんです。で、この3つがですね、そのフィルムの種類なんですけども、先ほど言いましたように正面から見たら不透明の場合、それからですね、一方から見たら不透明、両方向から見た時に不透明なタイプがあるわけなんですよね。で、これって実際に物を見なければわからないですよね。ですから実際にちょっとした実験をします。実験にですね、立ち会ってくれるのは先日ですね、コンビニエンスストアの一番くじで当てたウルトラマンのこのフィギュアを使って少し実験をしてみたいというふうに思います。まずですね、正面からのタイプですね、これはまっすぐ見た時っていうのは見えません。だけども両サイドですね、両サイドからは見えてしまいます。
次はですね、横一方からの視界を制御するフィルムなんですね。これは正面は見えます。で、右でも左でもどちらでもいいです。この角度からの視界を制御したいときに使うフィルムです。横使いで今回は実験をしてるんですけれども、これ縦で使った場合どうなるかというと、例えばですね、鬼界の風景を見せたくない場合、これ最近よくあるんですけれども、透明のですねマンションのですねフェンスなんかがありますよね。これなんかに使っているケースが多いですよね。それから先ほど言いましたようにシースルーエレベーターですね、そこに使用している場合が多いです。いわゆるですね縦方向で使った場合というのは斜め45度ですね、この角度からのですね視界というものを制御するものですよね。ですから乗ってる人にとっては正面の風景は見ることができるんです。横方向からの視界の制御、これなんかはですねよくあるのがですね、お隣さんからの視界を制御したいって言うんですよね。敷地の間にですねフェンスを作ってくれって言うんです。ただ隣のですね住宅との間にですね一部分だけですね、いわゆる1メーター80センチほどですね大きいフェンスができると見栄えも悪いですし、もう一つ言うならばちょっとお隣の方に対しても心苦しいところがありますよね。そういった時にこのですね横からは見えませんよと、ここからだけは見えませんよと、こういったフィルムを貼られることをお勧めしますね。そして最後はですね、正面は見えるけれども両サイドからは見えないというフィルムです。これも一緒でですね、正面は見たいと、だけども両隣の家から見られたくないよという時に同じようにフェンスを立てるんじゃなくって、隣のお庭からは見えなくすると、だけども自分のところからは正面の風景は見ることができる、いわゆる自分の家のお庭ですね、それから外の風景、これは見ることができると。だけど隣の方がお庭になった時に、そのお庭から自分の今のプライバシーな瞬間ですね、これは見られたくないよという時なんかに使っていただくといいんじゃないのかなというフィルムです。今ですね見ていただいたように大きく分けるとこの3つのフィルムですね、3つの角度から見える視界制御フィルムというのがあるわけなんですよね。これをどうしても譲れないところですね、住居もそうなんですけども、テナントですね、そういった部分でご使用されると便利なんじゃないのかなというふうに思っています。もちろんですねフィルムですから紫外線は 99% カットします。それと万が一台風とかがあって物が当たった時でもガラスが割れても飛散しにくいというメリットもありますよね。ですからそういった部分でこういった視界制御フィルムという部分をお使いいただくと、フェンスだけに頼るんじゃなくって視界制御プライバシーを保護するという部分が守れるんじゃないのかなというふうに思います。今日は視界制御フィルムについてお話をさせていただきました。ご参考いただければ幸いです。